無論自分はそう考えますが、美術価値が高い模様であります。その筋では話題になっているようです。万が一、モニターで光の粒を見ても何一つわからぬ。ではやむを得ん。この後に及んで手段を選んでいる場合ではない。了解いたしました。申し訳ありませぬ。私めにもう少し早く担当させていただければ。お前にやらせておけば崇高な品々がいくつか粉々になっておるわ。はあ。金はいい、いくらでもくれてやれ。承知。ただの運び屋では面白くないだろう。餌をまこうか、ダイゴ。は？餌でありますか？あの男の喜びそうな。それは。オークションへの我らの動きをリークしろ。エディ君とビクセンなら当然拾う。この面白い動きに反応しないあの男ではない。はっ。しかし永瀬も一級のエージェントです。あまり派手な動きいたしますと警戒され。オークションは最初で最後だ。よい、思い切り派手にやれ。最初で最後と申されますと、いよいよでありますか？エンタープライズ。ニエにはこれほどの捧げ物あるまい？むしゃぶるいがいたします。お前ならそうであろうな。鏡の忍ぶにも連絡を。一個招待を貸せと。あの男と渡り合うために。我が手を汚さぬためにだ。鏡も皮肉でありますな。同胞の力の象徴を消し去る作戦に加担する。弱き者は食われる、それだけのことだ。はあの男とやり合うのはあのような連中ではなくお前であろう。ははありがたき幸せ。狂犬の底力、思う存分見せてもらおう。生死に関わらず我が前に突き出せ。はっ。見れぬような肉塊になっておると思いますが。それならば見ぬだけよ。自信は良いが侮るな。あの男はお前には釈迦に説法だな。いよいよだ。長らく待った。はっ。行け。違法を集め、ナスを倒せ。はは。お前では不可能だ。それを嗅ぎ分けるかどうかが犬としての資質だぞ、ダインゴ。良い見物だが、死ぬならば我が企み、邪魔立てせぬよう死ね。こいつは面白い。最近色ぼけのあんちゃんにそろそろシャキッとしてもらわねえとな。古美術、高村、どんな関係が？お、そうだよ、館長にも一本打っとかな。でもあんま派手なこと言うとはしゃぎそうだしな。館長俺っちより派手好きだかんね。とりあえず
気なくせえぜ。ピシッと行こうぜ、総一。これは何？この招待の作戦準備って、秘密裏に一個招待を単独で陸戦？一体何を？当然演習でもない。ID13HQ。 ダメね、確認を取れば私の動きが筒抜ける。コウモリは辛い。エンタープライズのおかしな動きといい、あまりにも不確定要素が増えすぎてるわ。変、ものすごく変。嫌な予感がする。私の泣きつきどころは一つ。そうね、そこが論理的帰結でもあり、地獄の女狐も地に落ちたものね。年下の男の子にすがりつくしか手立てがないとは。それもこの非常時にクラスメートのお尻を追いかけ回すのに夢中のナスティーボーイか。でも楽しい。なぜかはわからないけど。インスピレーション信じましょう。それで生きてきたんだもの。 Come on my sweet little nasty boy。 湯浅さんも素敵でしょうけど、もうそろそろ私にも振り向いて。起こしちまったか、すまん。総一、なんだ？脱がせて。何言ってんだお前、そんなもん自分で脱げよ。ああ脱がせてよ、私こんな服脱ぎ方わかんないよ。俺だってそんな服脱がした経験ないって。だからこそ今経験。バカ言ってんじゃないよ。脱がしてくれなきゃこのまま寝ちゃうぞ。もういいからそのまま寝ちまえ。お前が寝静まった頃に脱がしてやるぜ。すげえべ。ファスナーだけ開けて。たくもしょうがねえな、もう。いいのか。あのね、マヌカンさんがね、もうこのサイズいっちゃいましょうとか張り切っちゃうから、つい。やれやれ、お前が細く見せる必要はないだろう。どうして？そりゃ
食いすぎだ、きついのは。大して。さいな。はいはい、さつきはスタイルがいいからだ。暴れるなよ。仮にも120万のドレスが本番前にシワシワになるぞ。気にしない気にしない、私のお金じゃないもん。俺の金だ。はあ、ってことは私の金か。やれやれ。総一、なんだ。お水。うん、はいよ。お布団。はいはい。気持ち悪い。どうした？酒か？食いすぎか。顔もう化粧ゴワゴワ。しょうがねえな。ちょっと待ってろ。ほれ拭いて。もうしてもらいたいことはないか。トイレ以外なら何でも言え。トイレ。そこでしろ。反対。嘘。あと二つ。二つもあるのか。まずチュー。チュいいだろう、もう寝るわ、俺。こら！どこで寝てんだ？まだ終わってないぞ！あと一個！なんだよ、もう。腕枕。はい？腕一緒の布団でなんか寝れるか。スーパーパーになれというのか。どこをどう聞けばそういう質問が。うるさい、やれ。わかったわかった、腕を枕にしてやるからベッド行こう。ベッド自分もしたいくせに。託すんなじゃないだから。そいつはんなわけねえだろう。で、何をしとる。ダック、こんな何十センチかぐらい自分で上がれ。ダック、もうよいしょっと。あっ、キャー！
うわ、やめろ、離せ、こら。ラブ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 、うん、ラブラブ、こらやめろやめろって、もう寝る寝るぞバカ。恥ずかしいわ、やっぱやめようぜサツキ。私だって恥ずかしいけど、これはやっぱりやっておかねばならん。ねばならんこっちゃないと思うが。こっち向け。わーったわーった。ではお休みのチュ。さっきやっただろ。チュ。多少物足りぬがちゃんと唇なのが迷い。では寝よう。ああ。サツキ。サツキ。ああ。ねまね。てれてれ。Thank you.
館長、今日はよろしく。おお、さつきちゃん、今日はまた一段とビューティフォーじゃの。館長さん、ほんの少し本気を出してみましたわ。何が本気だか。館長、今日は。いよいよ、何何、なかなか、どうしてどうして、素晴らしい貴婦人っぷりじゃ。嫌ですわ館長さんたら、そんなに本音をポロポロと。お前も照れた真似なんかするな。おっさんのただのお世辞だって。おっさんとはなんじゃ。おっさんとはじじい言いたいのを我慢しておっさん言ってんだ。感謝されても怒られる筋合いはない。なんだと。なんだと。総一館長さん。高村か。うさんくさい男だとは思っておったが。噂にもなってましたね、宝物収集。うん、君の耳にも入っておったか。ええ、これはかなり匂います。臭いな。しかし相手が高村となると一筋縄ではいかんぞい。ええ、分かってます。鈴見知っとるじゃろ。ええ、あれも言うとった。曰く月のジャック・リムルとトゥール・ビヨン、2億で買ってったそうじゃよ。相場の4倍。なりふり構わずじゃな。そういう目で見れば類する話は多い、特に最近。金に明かせて信奉仏具だけでなくか。何企んでんでしょうね。どちらにしろ今日おおよそがわかるじゃろ。ワクワクしてきたわい。ところで、総一ちゃん。なんでございましょう。メギツネとはどのようなお方かな。
本人曰く米軍のエージェント。とりあえず今のところは味方です。少なくとも中立。そんなつまらんことは聞いておらん。超美人さつきちゃんよりも2000倍。バンチュッボン。うほー。特に胸、そりゃもう最高っす。大自然の造形は時として人間の想像を超えるっす。たまらん。これ楽しみ。俺もこんなしょんべん臭い小娘よりずっとセクシーですよ、旦那。実際しょんべん漏らしてたしね。うわっ。これ、ご婦人は大切にせぬか。引き金引いたのはあんただ、あんた。バカ、ジジイ、行くわよ。へい。割と普通だね。ああ、どんなつてでどんな人間が集まってるかは俺も知らん。いや、艦長だって全部は把握してない。言えるのはたった一つ、美術オタクってことだけさ。あの辺ももちろんだ。トップヤクザはみな趣味がいいもんだ。あれは命令受けて買い付けに来てる下っ端だよ。トップヤクザね。あの辺の趣味は？あれだってオリジナリティ溢れてるだろ。まあそういえばそうだね。ファミリーもいる。楽しそうだな。そんなにすごいお金持ちには見えないけど。下は100万からあるからな。秘密さえ守れば誰だって参加できるし。漏れないの？さすがにそこは厳重な審査があるし、ロンダリングみたいなこともきっちりサポートする。ロンダリング？出どこをきれいに見せかけることさ。マフィアが裏金でよくやるだろ。いろいろあるんだね。ま、俺たちには今日は関係ないことだ。目標集中、気合い入れていこう。うん。じゃあまず会場チェック手伝ってくれ。自然な感じで会場を見渡してみよう。オレンジとアップル変えてくれない？ん？ほら。そのスピードで見切れるか。怪しければピンとくるよ。さっと見た方が直感が働くことが多いよ。何かいたか。後ろの壁際、サングラスの白人男性2人。理由は？浮いてる。
やるな。見直したぜ。惚れ直したん？それはどうかな。ケチ。ねえ、ヤバそう。買い付け担当だろう。戦闘力は、ま、二人なら大丈夫だ。いざとなれば艦長もいるしね。私も。バカ、お前は計算に入れてない。どうして？ナビは後方支援だ。そんなの不公平だよ。帰る家があるから戦えるんだろ。わかったわよ。いざとなったらエディと一緒にバックアップしてくれ。場所は覚えてるな。うん、方向感覚は任せといて。頼りにしてるぜ。なんだ？いざとなったら剣のことは忘れて。そんなに心配するな。俺を誰だと思ってる？那須総一、私の大切な人。あんたも分かってるはずだよ。今夜がただごとじゃないって。日本一の財閥にアメリカの兵隊さんに一流エージェントが勢ぞろい。私の剣なんてどうでもいいよ。総一は総一のやりたいようにやって。分かった。気持ちありがたく受け取っとく。300万だって。あれはいいものだよ。そいつ絶対それ以上の価値あるから買っちゃおう。
ここの出品物は転売しにくいものなんだって。じゃあトイレに飾ろう。